ご覧いただいている光の点滅、実は発光する魚、光金目鯛です。この輝きの中に2種類の光金目鯛がいます。これが光金目鯛、背びれが2枚あります。こちらは背びれが1枚で少し体高がある大光金目です。目の下の大きな楕円形の発光器には発光バクテリアが共生していて、バクテリアが発光することで強い光を発します。インドネシア・バリ島トランベンの沈船とフィリピン・セブ・マクタン島の洞窟に生息する光金目鯛をご覧ください。バリ島トランベンにある沈船ポイント、1942年に沈んだ全長120メートルの貨物船リバティ号です。その沈船の最も深いところに生息しています。すでにすっかり朽ち果てた沈船です。中を覗きライトを消すと、キラキラと光が輝いています。まるで天の川のようですね。時には自由に船の外へ出てくることもあります。セブ・マクタン島の洞窟マリゴンドンケーブです。水深30メートルほどの横穴に入っていくと、たくさんの光金目鯛がいます。なんて美しいのでしょう。こちらは別の場所にあるシークレットポイントです。しかし時には天敵の餌食となってしまうことも。浴衣に丸飲みされてしまいました。